幸せ通りの5000円ありがとうございます一の方角でございます、お見えていただいたお客様の中で存じ寄りの者がいてこう視線が合いますとね、恥ずかしいやら嬉しいやらでセリフを忘れて立ち往生というのが以前はよくありました。依然としてよくあります。まあ今日はひょっとするとひょっとするかもしれませんが、そういう時には引っ込めとか出てけとか言わないで、まあ、辛抱強くお待ちいただければありがたいと思います。大久保彦左衛門と助けという大噂でございます。さてご存知天下のご意見番、大久保彦左衛門、16歳で飛びの巣山の戦いが初陣で、ここで手柄を立てたのを皮切りに、数々の戦で常に家康公のお側をさらず、主君と苦楽を共にしたという大忠臣でございます。大阪夏の陣が終わり、徳川の天下が固まりました時にござえ、これまでの働きにより、駿州沼津において3万石のお大名にお取り立てということとなりました。ところが、大名になんぞなっては、常にご主君のそばでお勤めをすることができない。今まで通り3000石の旗本のままで結構、これを辞退したというんですから、まあ、欲のない方でございます。ある日のこと、この彦左衛門、自分の知行地の様子を見ようと、家来の笹を着ないほか5、6名の友を連れて村々を回り、佐野村というところに行ってまいりました。でちなみに申しますと、大名でなくても高禄の旗本というのは自分の知行地を持っていたんですね。ですからまあご領主様である、お殿様であるということでは変わりがないわけでございます。ご領主様のお通りだと、田や畑を耕しておりました百姓たち、傘を取ってその場に土下座をして彦左衛門の一行を迎えます。その中でただ一人、年の頃なら17、8の若者、傘も取らず、桑を持つ手も休めず、知らん顔をして黙々と土を掘り返しておりますので、家来の一人が、ああこれこれ若造、なぜその方かぶり物を取って土下座をいたさん、こう言います。しなくてもいいわけがあるからしねえだろ。何をしなくてもいいわけがあるだろう、その訳を申せ、訳を申せったって、おめえ様のように頭の空っぽの人に言ったってしょうがない。何を無礼なことを言うやつだ、訳を申せ訳を。これを見ていた彦左衛門、ああこれこれ来ない、何を争っておる、あこれはとん、争っているわけではございませんが、この者が今かっかこのように申しますもん、おそれは面白いことを言うやつだ、あこれこれ若者、その方はかぶり物を取って挨拶はせんでもええと申したそうじゃの、ええさようでございます、おそれはまたどういうわけだ、どういうわけって、おめえ様ご留守様かね、そうじゃ、わしは彦左衛門じゃ、ご両様なら話がわかるだろうから、そんじゃ話しますがね、考えてもみなせ、ご両様がいくら偉くったって百姓注文がなければ立ち行きますね、百姓あってのご両様で、ご両様と百姓っていうのは親子も同様の間柄でございます。百姓たちがこうして田や畑を耕すのもみんなご両様のためでございます。それをこの暑いのにかぶり物を取って、具合が悪くなったら年貢を納めるのに差し支えが出まして、おお何差し支えじゃ、懐かしい言葉である、難しい言葉を使うな、それにお迎えをすると言ったって一人や二人ならともかく広い地行地でみんながそうやって手を休めてたら田畑を作るのに損が立ちませんが、農村というのは損がないから農村というだろう、そんなことをまあ言ったかどうかは。これを聞いた彦左衛門、おそれはその方の申す通りじゃ、あこれは我々の方が悪かった、勘弁をいたせ、この通りだ、殿様にそうされちゃわしも面目ねえがね、その方名は何と申す、わしは佐野村の助けというだよ、お佐野村の助けか、ご両親は健在か、夫は戦に引っ張り出されて鉄砲玉に当たって死んでしまいました、おっかは体の具合が悪くて働けねえで、わし一人がこうして働いてるだよ、おそれは関心だな、母親を大切にせよ、それではな、これで何か母もいない、うまいものでも食べさせてやる、いやいや、
殿様はその心配はいりませんです。その心配はいらねえからお願いがございます。おう、おなみ、ご両分内には随分と悪い百姓がいて町民たちをいじめてると聞いております。どうかそういう百姓のすることばっかり見てねえで、役人のすることを見て、ご両分内に悪い役人がいねえようにしていただきたいと思います。これを聞いた彦左衛門、日頃から気にしていたことですから、ますます関心をいたします。でこの日はこのまま帰ったんですが、翌日から彦左衛門、外を回るときには大将はささず、ちょっと見ると田舎親父のような格好をして、お供も笹を着ない一人を連れ、これも村人のような格好をして回ることといたしました。それから数日たったあるとき、佐野村の助けの様子を見よう、彦左衛門笹を着ないを連れて佐野村へやってまいりますと、向こうから天秤棒を持った若い男がかけてくる。後ろから12、3人、小売奉行所の役人と見えて、御用だ、御用だと言いながら追いかけてくる。今逃げてきた若者が彦左衛門の目の前に来て、互いに見交わす顔と顔。お、殿様。お、助けか。いかがいたした。助け、助けてとは言わない。殿様、申し訳ねえ。あっしは人を殺めました。お殿様の手でお手討ちになってください。がらりとその場に天秤棒を投げ捨てると、どっかりと座り込む。追いついた役人が、御用だ。助けを取り囲む。待て。なんだお前は。役人はこれが殿様とは思いませんか。その者をどうするつもりじゃ。どうするだってお前の知ったことではないわ。この者はな、郡奉行の石原五平太様を殺した大罪人だ。これから奉行所へ引き立てるのだ。何、郡奉行を殺した。そら穏やかならんことだ。しかしこの助けはむやみにそのようなことをするものではない。これにはきっと深いわけがあるんだろう。よし、この一件わしが直々に調べるから、その方どもは引き取ってよかろう。何を引き取ってよかろう。偉そうなことを言うじじいだ。我々は郡奉行所の役人だぞ。お前は何者だ。わしは彦左衛門じゃ。彦左衛門。どこの彦左衛門じゃ。当領地の彦左衛門じゃ。当領地の彦、これは殿。一度手のひら返して礼服をいたします。これ助け、聞けば郡奉行を殺したというのは、それはまことか。え、さようでございます。それは穏やかならんことだが、一体どうしてそのようなことになった。え、殿様、まあ聞いてください。前にも話したように、あっしは佐野村のもんでございますが、この佐野村の名主の与右衛門さんには、おきぬさんという娘さんがおりやす。年は25、6で、色白で、目はパッチリと鼻筋通り、口もつしまったいい女でございます。ほうほうほう。ああ、助け。女の話などどうでもよいわ。いやいや、これが事の発端でございますからお話をいたします。そういういい女でございますから、金を金財で評判でございます。でこの評判を聞いた郡奉行の石原五平太、このおきぬさんを見て一目で気に入って、目陰に差し出せと、こう言ってきたんでございます。ところがこの石原五平太というやつ、日頃から御領分の百姓を虫けらのように思い、弱い者いじめはするわ、何でも金にしようとする悪い野郎でございまして、こいつのために御領分の者はどれだけ泣かされてるか分かりません。おまけにこいつが鬼瓦がくしゃみしたような人参化け七、まずい面してました。なんだその人参化け七というの。人間が三本、化け物七分という面してましてね。で、おきぬさんもそんな悪人のところには死んでもいかねえって言っておりますんでね、名主さんが、方便として、娘には嫁に行く約束をしている者がおります。こう言ったら、この石原五平太が、そいつは誰だ、ここへ連れてこい、こういうことになりましてね、あっしは行きがかり上見かねてね、自分だって飛び出して、てめえの世話なんかなるかって、そう言ってやりました。おお、そら面白いな。うん、それからどうした。そしたらこの五平太の野郎、怒っていきなり刀を抜いて切りかかってきましてね、足は切られちゃたまんねえから、これを引っ外しておいて表に飛び出して、ね、家まで逃げてきた。家の中までかけてきて、間に入って勘弁してください、勘弁してくださいって言ってる俺らのお母を邪魔立てするか、
憎いやったと一刀のもとに切り倒したんでございますよ。足は切られたってしょうがねえが、何の罪もねえ、おっかあ殺されちゃう、わしだって黙ってるわけにはいきません、親の仇でございますから。そこでそこにあった天秤棒を取って振り回して渡り合ったら、これがね、五平太の頭に当たって、で野郎ね、一日前やがった。足だってね、親は殺されなきゃあんなことはしませんよ。役人を殺したことは事実でございますから、お手打ちになるのは仕方がありません。しかし前にも言ったように、ご領分に悪い役人がいると言ったのはこの五平太のことでございます。五平太ばっかりじゃございません、他にも大勢いるかもしれません。殿様、あっしが死んだ後はどうか役人の行動をよく調べて、ご領分内に悪い役人がいねえようにしてください。さあ覚悟はできております。すっぱりとこの首やっておくんねえ。助け、今その方が申したこと嘘偽りはないな。え、あしゃ嘘はこれっぽっちも言っちゃおりません。すると何か、氷奉行の石原五平太は日頃から領分に悪いことをしている上に、罪もないその方の母親を切ったので、その方に申し訳がないと言って、その方の持っていた天秤棒に自分から頭をぶつけて自殺をしたと、こういうのじゃな。これを聞いて役人が驚きました。ここでジェジェって入れるつもりだったんだけど、前でやられちゃいました。ちょっと入れづらいんですけど、ジェジェジェと、それは違います。この助けが天秤棒を振り回してお胸を叩いたんでございます。お、何？助けが何気なく差し出した天秤棒に奉行から自分から頭をぶつけてきた、こういうのじゃな。あ、え、殿はお耳が悪いのかな。いや、殿は違います。この助けが天秤棒でお奉行の頭を打ちつけたんでございます。いやー、黙れ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 。戦場で鍛えたこの声の大きい声、天正の3年5月、大久保平助16歳の身入り、飛の津山の戦いで敵の大将和田兵部の首を討ち取って一番槍の功名を挙げて以来、数々の手柄を立てたこの大久保彦左衛門のこの治療中を預かる織奉行たる者が、たった一人の百姓の若者に打ち倒されたとあっては、大久保家の武門の名折れじゃ。神君家康公に何と申し開きが立とうぞ。聞けば織奉行は日頃から町民を苦しめ、私腹を肥やし、余すえ罪もない助けの母を切った、その罪を悔いて自分から頭を打ちつけて死んだに相違あるまい。もしそうでないというならば、この石原五平太の身辺徹底的に調べねばならん。さすればその方どもにも責任が及ぶやもしれんが、さよう覚悟をいたしておけ。それとも今わしの言ったことに間違いがないか、もう一度聞くがどうじゃ。役人たちはみんな後ろ暗いところがありますから、調べられたら大変と震え上がりまして、はっ、殿の仰せの通りでございます。やはりそうか。助け、聞けば織奉行はその方の母親を切った罪、町民を苦しめた罪を恥じて自分から頭を打ちつけた、そして死んだということのようだが、その方それに間違いはないか。そう言われりゃ、足が何気なく差し出した天秤棒にお奉行の方からぶつかってきたような気がします。おお、そうであろう。これで全て分かった。助け、その方に罪はない。早く帰って母の弔いを手厚くして使わせ。え、じゃあ殿様、明日お手打ちにはならねえんで。そうじゃ、全てはこの彦左衛門が扱ったのじゃ。心配をせずに早く行け。ありがとうございます。ご恩は忘れません。ついてはその方に尋ねたいこともある。母親の始末が済んだら当屋敷へ来るように。へえ。こうして彦左衛門、この一件全てを含めて双方に傷がつかないように収めましたが、これを機会に片っ端から役人の行状を調べて、ビシビシと処分をいたしましたので、たちまちご領分は改革をされてまいりました。それ以来助けは彦左衛門の屋敷に奉公するようになりましたが、愛縁起縁と申しましょう、二人は親子のように気が合って、彦左衛門が助けを我が子のように可愛い、また助けも彦左衛門を慕ってその男気を発揮していくと、そういうわけでございます。大久保彦左衛門のお話の中から助けとの出会いという抜き読みの一曲を見て終わると交代でございます。どうもありがとうございました。